あ、やっぱりなんか重たい。重たいっつうか敵いるな。重たいっていうのは重力的な意味で重たいから。ブースターが。おっと。いらっしゃるね。パイレーツ。海賊か。この銃、もうちょっと、いいサイトつけようかな。倒れるな。倒れたら見えねえじゃねえか。なんだなんだ。パレットもよくわからずこっち撃ってくんのか。透明でわかんねえ、タレット。場所変えようかな。あそこ行くか。あの、高いところ。いたわ。ちょっと待って。そういう武器使ってんのか。あ、いてぇ。こういう時は詰めてショットガン。あー、ちょっと。いて。ん、なんか変なもん拾ったかも。ヘルメットか。で、こっからはゆっくりやりたいな。つうか、待てよ。パレットは、これで壊しちゃうか。はい。バカ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 。弾高いんだぞ、これ。オッケー。オッケー。あー、なんか、ついでに爆発したか。もう、タレットはない。オッケー、じゃあ、近づいてステルスだ。とは言ってもな、近づいたらバレるんだよな。かといって、遠方だと敵の場所がよくわからないという。いた。たるかな？たる。気づいてない。ん？見えねえ。場所が悪いな。あれ敵か。OK？あ、なんか一人近くにいるな。OK？ あとは相当奥にいるな。あ、ちょっと、重力が、重力に引っ張られる。つか、この武器もあんまり弾ねえな。あと、回復パックもあんまりねえな。これは作業台か。あ、作業台？ちょうどいいや。これサイト、足りねえんだよな、材料が。つか保管してるから今手元にあるってことになって、どっから見られて、どっから撃たれてんのかわかんない。見えた。
あれ？開いた。はい。これさ、サプレッサー使う意味あんのかな？透明なんだからエンパー使ってもよかったりして。ああ。関係ねえな。だってこっち透明、あ、バレた。関係ないことはなかった。あ、飛んできたぞ。あ、2レベル。OK。重力が強いと。あ、こいつカメレオンだ。カメレオンパック。重力が高いと足首をすぐ砕きそう。そうなると捻挫の状態以上起こるから気をつけないと。パイレーツの根城どこもかしこも汚ねえんだが。特に目ぼしいもんもないでしょ。で、バレットさん。ここか。ん？こっちは？あ、アドバンス。開けよう。はい。え？ You are great？ ただのシャワーだけど。せっかく開けたけど、なんかいいもんがあるのかい？ここに、さらにエキスパート金庫があった。ちょっとデジピックの数減ってるから、節約しながら開けないと。よし。1590。まあ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 。なんかな、今まで難易度高い金庫開けても、ウォーっていうものあんまり見たことないかも。で、ここが、根城か。あ、鎖。ああ、そうだ。宇宙には確実なものなど何もない。いた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 。実際そこに行けば、物理法則など単なる一説に過ぎなくなってしまうんだ。また俺をからかってんだろう。ハマってるね。馬の形をした極限環境生物だったが、論点は変わらない。宇宙ではオープンマインドでいるべきだ。ひどい傷を負って宇宙の果てまで行けば、脳がソーダの缶みたいに弾け飛ぶぞ。マツラってあの左に座ってるやつか。これさ、一人ずつマインドコントロールしてさ、こっちいらっしゃいってやって、はい、いらっしゃい。武器間違った。あぶね。気づいてないってマジ。え、じゃあもう。はい。はい、いらっしゃい。いらっしゃい。あんたが幹部か。自分がなんでこっちに来てるのかも考えられていなさそうだな。いらっしゃい。あ、なんだこれ。酒かい。まだいるか？立ち上がった。もういない？いるよね。いるよね。バレット？つかも、うん、二人いるよね。いらっしゃい。マジでさ、
のスキル無敵すぎん？あとはあいつだけか？もうおしまいか。あ、まだいた。わお。はい、余裕だった。大丈夫ですか？その私を誘拐した上、多くの殺人を犯した人物を君が殺したことに異議を唱えたくはないのだが。え、何？続けてくれ。え、あ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 、アーティファクトについてだけど。自分でもよく考えるんだ。可能性はたくさんあって、素晴らしいものもあれば恐ろしいものもある。私は小心者ではないが、ただの男に過ぎない。そして痛感している。このアーティファクトは私の人生を変えることも終わらせることもできる。もし構わないなら他にも個人的な質問をしたい。アーティファクトどこで見つけた？ビンディだ。いや、あれはカザールか。まさか本当に私の背後に立っていないよな。まあとにかく私の話も君のと似ているはずだ。穴を掘り、奇妙な信号を読み取って、それを追ったらアーティファクトがあった。へえ、あ、じゃあ主人公と同じだ。いいぞ。まあ話はもういいや。話せてよかった。今ね、コンステレーションにいるんですよ。本当か？君が入るかどうかは賭けだった。マツラか？正直、海賊としては実に親切な男さ。何年も前、彼の師匠と一悶着あってね。その時と同じ、驚くほど温かいもてなしを感じたよ。皮肉ってんのか？おい、バレットの脱出劇危機一髪を甘く見てもらっては困る。そうか。はい。ここはまあ特には何もないよな。マツラに関してはもう操って秒殺しちゃったけど。よし。溶接機、溶接機。あ、ヘルメットディスプレイ。ああ。そんなところかな。あ、上の下へ回さっとくか。割とクレジットが美味しかった。10万クレジット超えたんじゃない？超えてるね。さあ、助けたことだし、ロッジに連れて帰りましょう。ご用があればお申し付けください、船長。クテラで少し手を貸してもらったんだ。バレット、心配してたのよ。まあ一部はな。言ってくれるじゃないか、ウォルター。だが君が私の帰還を待ち焦がれて、札束の山へ密かに涙をこぼしていたことは知っている。実際ウォルターは君への不満をいつもより口にしていたな。彼が心配すると決まってそうなる。やめてくれカトリー。待て、あれは最初のアーティファクトが図書室の棚で埃をかぶっていたことを思えばすごい光景だな。君も少し感じるだろう。二つ目を見つけてからというもの、原始を見るんだ。ところで私はまだ万全じゃない。それに君を巻き込んで悪く思っている。ついていこうか？お、宇宙の奇妙さになれる手伝いをしよう。あんたもクルーになるのか。素晴らしい。ご満足いただけてますでしょうか。9000クレジットでけえ。これメインタスクおとなしくやってた方が
金貯まったのかな。さて、あとはね、そう、ジェニソンの軌道上に、アイという名のウラジミールって人だっけな？なんだっけ？科学者がなんだっけ？なんかそんな感じだった気がするんだけど。ウラジミール・サールとアイ辺境にあるアーティファクトを探すことについて話す。アルファケンタウリ。あ、の軌道上だから、宇宙空間に行かないとダメだ。あれか。方針。お前の信号ははっきり受け取った。愛は受け入れ準備万端だ。ドッキング。さて、バーレットさんはまあいいか。とりあえずついてきてもらうか。つかすげえこれ。わあ。現代でいうところの宇宙空間に作るホテルみたいな目指してる形がなんかこれに近い気がする。え、この人が。デッキにルーキーがいるな。コンステレーションに新しい人材が増えるのは結構なことだ。バレットに似てるな。はっ、スターステーションで時間を潰すのに鉄はなかなか役に立つんだ。自由な時間を様々なことに費やしてみようと思ってね。科学史を読み、人里離れた衛星で雑務をし、そしていろんな種類のチーズを食べる。ロッジに行ってアーティファクトがまとまるのを見てみたかった。だが愛を覗き込んだらちょっと迷っちまってね。あんたを連れてくるべきだった。信じられない光景だった。そうしたら邪魔されてイライラしただけだな。そう、このステーションが愛だ。新宇宙をスキャンするように作られてる。だが光の海じゃデータの伝達も遅い。あ、愛っていう名前で、まあ、アーティファクトを探すためのこの軌道線なんだ。出張ってるコンステレーションはお前だけじゃない。アンドレアとマッテオもスキャンをやってくれてる。マッテオが立ったのは最近だが、アンドレアは結構立つな。アンドレアの様子を見よう。アンドレア？アンドレアイズ誰？同じように名を上げようと頑張ってるコンステレーションのルーキーさ。ああ。心配するのも当然だ、ウラジミール。彼女が出てしばらく経つからな。お前の星図にマークした。二箇所のどっちかにいるはずだ。何にせよ、運命の女神が微笑んで、じっくり観察できるアーティファクトを持ってきてくれるよう願ってるぜ。楽しい狩りを。はい。また遊びに来い。ここにずっといるんだ。アンドレア。スマティ 0.89G ナリオン星系放棄された鉱山。こんなとこにいるの。その他はスマティ、タウセティ、8B? これ、8でいいのかな？読み方がわかんねえ。どうしようかな。まずこの放棄された鉱山行ってみるか。